皆革命の闘争の意思に送り出して海外の革命活動を積極的に神田亀を当時1874年買ったものであります。これは鈴見櫓なんです。おじいさんおばあさんは夏の間この地主が建てた墓守の家でありました。あの正規のおじいさんが生活が非常に貧しい方なので、平壌地主の足跡のその化石が発見されました。これスタートだ。やっぱりスタートが早い。スタートが早い。ああ、こういう小さなって。こうなって、こっちがこうなって、こっちがこうなって、こっちがこうなって、はい。